しっかりと試合を締めにかかります。愛媛の川井監督です。佐藤狙った、バイス落とす、佐藤収めた、スルーパス押したにシュート、追いついた徳島、またしても土壇場の同点弾、バイス佐藤とつないで最後は押したに、ロドリゲス采配光りました。交代選手が期待に応えて1対1の同点。まず佐藤が潰れてその後バイスですよね、はい、佐藤もいいとこ出しましたよね。押したにはこれが移籍後初ゴールとなりました、最初のファーストタッチがうまかったですね、そうですね、一瞬の隙ですね、そうですね、